どうも、東北キリタンです。メンバーが増えて、作業が進むようになってきて、ある程度快適な部屋になってきました。せやな、瓦礫はあるけど。まあ片付け専門のキャラもいるし、そのうち片付くとして。あ、キリタンが組取りやってる。ぐぬぬ、これはお金の仕事なのに。そうや。ちゅ、まあそういうわけでね、さらに快適にするために、今回も、どんどん地下開発やっていきますよ。はい。人数が増えたことで、また酸素生成不足になったりので、デラリウムを増やしておこうかな。ただ、この部屋は使う予定があるので、下のスペースに移動。下の部屋黒くなってるのは二酸化炭素だっけ？うん、それも処理しないといけないんだけど、とりあえず、テラリウムの若干の処理に任せよう。そんな場所にしようね。光があると効率アップするみたいでね。そうか、5個、結構増やすんだね。うん、もう少し人増やすから、今のうちに準備をね。そっか。上のスペースを塞ぐと、酸素が上に行けないので、この網状タイルで空気を通れるように。そういうのもあるんだね。うん、まだいろいろあって、全然使いこなせてないけどね。そっか。で、この上のスペースに何を作るかというと、水洗トイレ。そう、ようやく水洗トイレ導入だよ。ほう、これでようやく汲み取りから解放される。でも、上のトイレはまだあるから、しばらくはよろしく。あと少しなら我慢できる。トイレは個人設計できるから。へ、専用に。うん、だからアカネは上のトイレにするという手も。嫌がらせせんとピースマンのか。あ、あはは。それは給水ポンプ。これで自動で水を汲み上げるから、水を汲んだりする手間を減らせるね。おう、それはいいね。入力先とか出力先とかややこしいな。そうなんだよね。そして出力先からは汚水が出るんだけど。うむ、汚水用の水槽をまだ確保してないから。そうやな。というわけで、あ、この下の汚染地域に侵入だよ。ふむふむ、そこを水槽にする感じ？うん、ちょうどあるからついでにね。でも汚染酸素がすごい量あるので。ほんとだ。対策しないと、これが基地内に入ってくる。ふむ。そして、厄介なのがこの腐敗病。緑色のやつ？うん、対処に失敗すると、これが基地内に蔓延しちゃうので、慎重に。こんな感じで、エアロックで防いで入ってこないように。二重に、厳重やな。今作れる薬で治せないのでね。そうか、それはやばいな。突入するアカネはね、ちょっとあれだろうけど、まあ頑張って。しゃあないけど、息止めてれば大丈夫だよ。そうか、知らないけど。おい、あ、あはは。作業はあんまり進まず、次の日。あ、これできたりね。何これ？精錬金属を作る機械。ほう。自動化とかで使うので準備だけ。アカネは、全くアカネは、あれから食中毒にもならないし、芸人としての自覚が。何してんの？精錬金属作ってる。パンチで？うん、電気も使うのにパンチによる補助が必要でね。だから殴り中。そっか、というか芸人ちゃうし、食中毒にはもうならんから。ちゅ、やれやれ。あ、でも一つ完成。おう。うむ、うちもやってみるか。壊さないでね。壊さんわ。まったく、キリトンめ、無茶ばっかり。押し付け、よって、こんにゃろ。ふむ、これはちょっと楽しいな。葵、あの人怖いんだけど、人を殴ることに快感を覚えるタイプなのかな。どうだろう。怖。おい、キリタンもやってたやろ。殴られそうになったら助けてね、葵。うん、お姉ちゃんダメだよ。やらんわ。殴りながら言っても説得力が。お姉ちゃん、なんやこの流れ。なかなか進まないけど、トイレとかできたりね。お、まあでも、配管終わらないと使えないけど。そっか。お、また新人の準備できてる。どんな人がいるかな？ふむ、農業が今大変なので、農業得意な人にしとくかな。それは助かる。定期的に眠りに落ちるというのが微妙だけど。それは、作業に支障出そうやな。そうだね。でもまあ大丈夫かな。ってわけで、アリ選手入団決定。おう。これで葵の負担が減るね。そうだね、ありがとう。次は、研究得意な人が入れば、私が何もしなくてよくなるか。それはあかんけどな。ちぇ。作業はまだまだあるけど休憩時間。そして、新人用のベッドを用意してなかった。あらら、それはひどい。やっちゃった。どんまいだよ。うん、とにかくサクッと宿舎増やしておこう。なんか変な感じにしてんな。これはね、私たちの部屋だよ。え、いつまでも共同宿舎にいられないしね。ほう。というわけで、左の広い部屋が私、右の部屋を茜と葵で。というか、二人部屋の方が狭いんやけど。そこはほら、私はリーダーなので。そうかい、
私たちだけ特別扱いでいいのかな。大丈夫だよ、ほら。あ、新入りのアリが地べたに。私たちの部屋を作ることで新人のベッドが確保できる。だから気にしないで使ってね。そういうことなら。今日も作業開始、通常業務も忘れずに。了解だよ。なんかハッチと戯れてる。毛づくろいだよ。ハッチに毛はないやないかい。というアカネのツッコミは置いといて。やってへんけどな。毛づくろいすることで野生が下がっていろいろいい感じになるみたい。適当やな。代謝が良くなるって書いてあるから石炭を出すのが早くなる感じかな。そうか。窮屈って出てるな。これは部屋の広さが足りてないのかな。まだ大丈夫のはずだけど。あ、卵があるのかも。ふむふむ、卵の数に入るんだね。そうみたいだね。なので先に自動化の設定。ほ、なんかすごいな。自動化についてはほとんどわかんないけど、とりあえずこれで動物の数が多くなったら下のドアが開くようになる。あ、それで下にドアつけてるんだ。完成したみたいだね。それじゃあ設定、今の部屋だと8頭まで大丈夫なはずなので、これで8頭より多くなると開くはず。ふむふむ。ちょっと動作確認してみるね。今8頭いるから、これを7に設定すると。お、ドアが開いたね。そして上に乗ってるものが落ちる。おお、今度はドアが閉まっていく。卵が下に落ちたから設定より少なくなったんだね。なるほど。なんとかうまくいったね。そうだね、すごい。これでどんどん卵を産んでもらって、孵化して数を増やしたり割って食料にしたりする感じ。ふむふむ。というか下に落ちても卵割れへんのやな。宇宙生物だからね。専用の器具を使わないと割れないから安心。そうか。アカネに勝手に食べられないから安心。おい、あ、あはは。排水管はもう少しだね。また水洗トイレは遠いな。お、どうにか部屋完成してきたみたいだね。それじゃここを私、この狭い部屋で我慢するとは、さすがリーダー。いやいや、一番広いからな。でも下の宿舎と比べると狭いでしょ。え、それはまあ。さすがリーダー、控えめだね。これはボケなんか算数できへんだけなのか判断が難しいな。ボケだと思うよ。狭い部屋で我慢して隊員の士気を上げる。まさにリーダー。これはマジのやつや。スルーしよう。汚染地域にはしごがつながったみたいだね。それは脱臭剤だっけ。酸素は上に上がってくるので基地に入る前に浄化する作戦。ふむふむ、青くなってるのが綺麗になった酸素かな。だね。今のところ腐敗病も大丈夫。おう、水洗トイレはまだお預けなまま次の日。遠いな。もう少しだから頑張ってね。はいよ。でまた作業を増やしてるし。これはボトル分けというやつで、基地内で発生する汚水をここから捨てることができる。ふむ。汚染水はこうしてボトル状になって置かれるんだけど、そのままだと汚染酸素を出すみたいで、なので汚水用の水槽に捨てたいというわけ。なるほど。テラリウムようやく完成したみたい。おそ、いろいろ指示出しちゃったのでね。それはともかく、酸素生成して網状タイルから上に行ってるみたいだね。ふむふむ。これでしばらくは酸素大丈夫なはず。かなり汚染酸素除去できてる。ふむふむ。色の濃さが密度を表してるので結構な量の酸素があるね。なるほど。さらに次の日、ようやく水洗トイレで完成したみたい。おう、早速手を洗ってる。そして汚水は自動的に配管を通って、お、下の排水口から水槽に流してくれる。ようやく完成したな。長かった。そうだね。これで汲み取り作業ともおさらば。ああ、ついでに上のトイレも水洗化しちゃおう。ようやく終わったのに。まあええことやからええけど、少しずつ快適になっていくね。堆肥置き場はまだいるのか。多分一応作っておく。そう。そして水洗にしたことで式プラスに。お、解体作業進んでる。今回はすぐに完成しそうだね。そうだね。そしてアリ隊員、居眠り中。あらら、ああ、これが睡眠障害のやつか。仕方ないけどね。あ、起きた。居眠り時間はそんなにないのかな。まあオッケー。ふむ。そうそう、リンゼイには料理を覚えてもらったので。お、料理してる。グリルベリーを作ってるみたいだね。ブリッスルベリーを焼いたやつね。ほう、うまいのかな。プラス1となってるけど、まずいって書いてるね。そうか、でも見た目はええし、ミールライスよりは全然良さそう。そうかも。そんなわけで休憩時間。グリルベリーゲット。お、
久々にミールライス以外のもの食べてる。よかったね、美味しいかな。私もご飯。あれ、葵はミールライスなんだ。うん、私は遠慮なくグリルベリーもらうよ。どうぞ。むぐむぐ、これはなかなか。そんじゃごっそさん。ちょ、まさかのノーリアクション。お姉ちゃん。ああ、グリルベリーか。味はまあ普通やな。そっか。まったく茜は、そんなんじゃ、明日からライスローフだよ。なんでやねん、普通やったんやからしゃあないやろ。む、あはは。作業を進めて、なんとか水洗トイレ鑑定したみたいだね。そうだね。それじゃ、せっかくなので、このトイレを私専用にして。マジか、食券乱用しまくりやな。わかったよ、茜たちのも専用にするから。え、ここが葵で、その横が茜ね。いいのかな、というかうちらを巻き込むなよ。リーダーの友達だから優遇されてるみたいな、一番嫌われるポジションだね。最悪や、キリタン。大丈夫だよ、不満を言うやつには、休憩なしの刑にするから。絶対あかんで、あはは。はい、そういうわけで、今回はトイレ推薦化をやって、また快適度がアップしてきました。これはええけど、私たちの優遇が気になっちゃうね。他にも、旧車の自動化をやってみたりして、それなりに充実してきました。宿舎もいい感じに快適空間になってきて、下との格差がひどい。そうだね。え、キリタン彫刻。うん、まだ芸術担当がいないので私が。ほう。実地調査行きたくないし。危険そうですね。うん。というわけで完成。おう、出来栄えはどうかな。彫刻のようなもの、下手くそってなってるけど。ぐぬぬ。まあ。それでも装飾効果はあるし。おう、私のおかげで、快適空間になってるんだよ。そうかい。そんな感じで、今後も快適空間目指して頑張っていくというところで、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。また見に来てくださいね。